おはようございます。風邪ひいてしょっぱな体調悪いんですけど、でもダイエット頑張ります。短期間中ダイエットの朝ごはんはサプリとプロテインだけにします。私ダイエット遺伝子検査キットで自分が何で太るかっていうのを検査して、でその結果が脂質で太りやすい遺伝子だったので、それを踏まえた上でのこのユアプロテインっていうプロテインを飲んでます。種類がありすぎて何飲んでいいか本当わかんないんで、選んでもらうのめっちゃいいと思います。13種類のビタミンとか乳酸菌も入ってるので栄養も取れて、ちゃんとダイエットにもいいプロテインです。あとサプリを飲みます。これもまた脂質ケアのサプリ、脂肪を燃やしやすくするためのサプリ。遺伝子検査をして糖質制限から脂質制限に変えたんですけど、思ったほど痩せない逆に糖質なら食べちゃっていいんだみたいな、そういうマインドになって、あんまり痩せてないですよ現状。何で太るか分かったけど全然結果出ないやみたいな人は、こういうサプリとかこういうプロテインに頼るのも全然いいのかなと思います。ということでいただきます。夜は鮭をメインに使って、きのこと玉ねぎとほうれん草で作る、ホットサラダにしたいと思います。玉ねぎ、舞茸、しめじ、おはようございます。2日目です。今日も朝はプロテインを飲みます。
あとサプリ。昨日体調悪かったんですけど、今日は治ってめっちゃ元気。豚しゃぶと野菜のサラダみたいなのを作りたいと思います。たらきゅうり、えのきと豚肉を茹でていきます。次は豚もも肉。ポン酢がベースの薬味をいっぱい使ったドレッシングを作ります。大根おろしがあるとさっぱりしてめっちゃ美味しいと思います。で、辛いのが好きな方いたら一味を入れてもめっちゃ美味しいです。いただきます。今日のご飯は結構キノコが余ってたので、豚肉とキノコのマヨポン酢炒めをサラダ風にして食べたいと思います。
サラダっぽいのできました。これとトマト食べます。おはようございます。最終日です。朝ごはんにプロテインに置き換えることあんまなかったんですけど、なんか簡単でめっちゃいいですね。こんな感じで私の5日間の短期間ダイエットを紹介してみました。この期間の朝ごはんはずっとプロテインとあとサプリに置き換えてダイエットしてました。で結果 2,3 キロ痩せたんですけど、朝ごはんをプロテインとサプリだけにしたんで体重が落ちたんじゃないかなと思います。で私以前にこのダイエット遺伝子検査キットっていうので自分が糖質じゃなくて脂質で太る遺伝子だったっていうのを発見したってお話ししたんですけど、でこのプロテインとサプリはこのダイエット遺伝子検査の結果に基づいて選んでもらったパーソナルダイエットプロテイン、ヨアプロテインになります。やっぱプロテインもめちゃくちゃ種類があるので結局自分にどれがいいのか合ってるのか分かんないなっていう方結構いると思うんですよ。多分私もそう でそんな中今回は自分の太りやすい遺伝子結果を元にこのプロテインを選んでもらいました。まずこのプロテインのもうめっちゃいいところがあって、この成分を見るとちょっと多分見づらいかもしれないんですけど、添加物がもう全然ないんですよ。成分表とか見るともうねめっちゃ添加物入ってて、ちょっと抵抗あるなっていつも思っちゃうんですよ。けどこれは添加物がほとんどないのかな。健康にもいいし自分に合ったプロテインがちゃんと飲めてるっていうのでめっちゃいいなと思います。であとは私はこの脂質ケアをしなくちゃいけないのでプロテイン自体の脂質も、0.9 ですね。で少ないし、その脂肪を燃焼しやすくするための例えば L カルニチンとかそういう成分が入ってて、ちゃんとプロテインを飲んでダイエットもできるような内容になってます。で、まあ、あとこのサプリですね。でこれも、脂質博士っていうのと筋肉博士っていう脂質ケアとタンパク質ケアができるサプリになってます。でこれも検査結果に基づいて選んでもらったサプリになります。と脂肪を燃やしやすくするような栄養素がたくさん入ってるのと、でこっちは私タンパク質リスクも高いのでとタンパク質が吸収しやすいように、18種類かなのアミノ酸が入ってます。なのでこのプロテインとサプリを組み合わせてより痩せやすい体にしていこうみたいな感じのものになってます。自分の太る遺伝子が分かったけどあんまり痩せないや結果出ないやみたいな方はこういうサプリとかプロテインに頼るのもいいのかなと思います。ここからがめっちゃ重要です。と今回サプリとプロテインどっちにでも使える1000円オフクーポンを発行していただきました。と例えばなんですけどこのサプリが初回は2980円のところ1980円で購入できる形になってます。一応定期便にはなってるんですけども、いつでも解約できるような縛りもないし、そこは安心してもらいたいなと思います。気軽にお得にちょっと試してみたいなって方はぜひ私の1000円オフクーポンを使ってぜひ試してみてください。今回この短期間ダイエットでサプリとプロテインに置き換えて本当に良かったなと思ってるので、朝ごはんは
この生活続けたいと思います。これからもダイエット料理発信していくんで、ぜひ一緒に楽しくダイエット頑張りましょう。じゃあありがとうございました。バイバーイ。